言い伝えによると、ジョカの宝物三ヶ社食図は放心の後に下界に落ち、偶然にも鉱山孤児文鳥鳴に発見されたという。彼は生涯を費やし、そこに江南水都の百景を描いた。時は流れ、絵画の持ち主は幾度も変わった。そして明の晩暦、天から烈火が降り注ぐ。絵画は燃え、すべてが焼き払われた。まばゆい命が儚く消えていく中、絵画に宿る魂は再び目覚めようとしていた。
Thank you.
Thank you.